こんにちは友達。あなたにとって新しい一般的なニュースをチェックしてください。チャンネルに登録します。のいいねを与えてください。へい。せい。ジャンプ山田涼介。桜井翔の前で堂々の MC ブリッジ年有利と ST キングス公安劇ムズダンスにも挑戦。日本テレビ系バラエティスクール革命のゴールデン特番第2弾スクール革命。 プレゼンツクイズ時間よ止まれが、今日一日1の午後7時から放送される。MC はレギュラーであるヘイ。セイ。ジャンプの山田亮介が担当し、ゲストに大先輩、桜井翔を迎える番組の見どころを紹介する。クイズ時間よ止まれは、持ち点サンデーレア満点から1秒ずつ減点される映像クイズに応えて、豪華商品を狙うスペシャルな企画。 超絶アートで描かれる芸能人は誰スカイダイビングをしている芸能人は誰紙飛行機視点で撮影している豪邸は誰の家など映像にとことんこだわった VTR クイズが出題される。MC の山田は桜井を前に堂々とした仕切りを見せ、普段 MC を担当するお笑いコンビウッチャンなんちゃんの内村てる吉賀も山田、成長したなぁ。 と感心しきり。一方の桜井は、自身が総合司会を務めるザミュージックデーにちなんだ問題に陳回答連発でまさかの大苦戦となり、スタジオを大いに盛り上げる。さらに山田、知念有利が番組史上最も激ムズな VTR 企画に挑戦するミッション5時間ポッシブルでは、出演者一同、これは大変すぎると同情するほど、 中でも、アメリカのダンスコンテストで何度も優勝したことがあるダンスユニット ST キングス、シットキングス、考案の超高速激ムズダンスでは、普通なら習得に数週間の練習が必要なところ、二人に与えられたのはたったの数時間。果たして、山田、知念は、この激ムズミッションをクリアできるのか